うございます。最終日です。今日はもう基本的には空港に向かって夜、日本に帰って9日の朝成田着の予定です。はい、とりあえず今から常さんをよくわからない屋台に連れて Good weather? Yes, sweet.Thank you. 美味しそう。で、今までとテイストの違うものを頼んでいます。こっちは一緒だけど。違います、ね。こっちは違うっす。思ってるか。すいません。一言目辛そうなんやけど。あっち焼きたてだから超熱い。めちゃくちゃ熱い。熱い。ちょっと冷めて笑う。美味しいっす。めっちゃ美味しい。あれこれめっちゃうまい。Where are you guys from? Japan. Big fan of you. おそらくインド最後のチャイティーです。で、初自腹です。今日は初のメトロで、空港まで移動します。これでターミナル2のところの目の前まで直行で行けるので、じゃあ移動していきましょう。インドに来て初めて一番近代的なところに来ました。確かに綺麗。近代初こんな格好してる。結構広い。結構広いから、めちゃくちゃ広い。なんか地上の電車とは世界が違うですね、うん、一応普通にチケット買ってエアポートターミナル2まで行きます。ここはもう QR コードがデフォルトです。払えるで、ターミナルの上の階はめちゃくちゃ綺麗。あ、もうあんまり日本と変わらないです。メトロがめっちゃ近代的。すごい、広い。で、普通には電光掲示板とか。あれ本当だ。めっちゃ近代的ですね。ここでーす。上です。なんか唐突に旅が常さん、切符なくした説ある。もうすぐ取れ高作りに行こうとするもよくないくせ。ほら、もっとカメラの近くでやってください、はい。ポケットにない？
チケットが見当たらない。つげさん。パンツの中なし。ここら辺のポケットは、ポケット。カバンは？あの外側のジッパーのとことか。ない。お姉さんを見て、何やってんのあいつ。後ろのポケットか。ない。ない。この中。ない。カメラバッグの中は。ない。I lost. He lost ticket. Lost ticket? Yeah, ticket. Lost ticket. No, no, いや、まだ日本に帰ってないから。ジャパン、ジャパン、おう、ナイスミッチュー。一人でゲート出れました。一人でゲート出れた。一人でゲート出れました。いや、お金追加払わなくて済んだ。払わない。Thank you。あの、やってて、まだあります。まだないと。リセ？オッケー。普通にだって、あの、焦りすぎてるのか、僕らが日本語であっちのカウンター行ってくださいって言ってるのに、はーって顔してますよ、ね、はい、ずっと。あ、通してくれるんだ。意外ともうだんだん慣れてきてて、そんなに焦らなかった。はい、空港ターミナル2の前に来ています。なんか。めっちゃここの通り快適ですね。快適。最初からこの道で来ればよかったんじゃないかっていうね。確かに。まあ皆さん、ムンバイ来ることがあったらメトロは快適なんで、ぜひ使ってください。もしくはあの、ちょっとエキサイティングな旅がしたい方は、僕らみたいにちょっと高めのお金払って、あのスリリングな、スリリングなね、オートリクシャーの旅を行くことをおすすめします。そうです、こっちの方が安いし快適だし、そう、安いし快適、なんなら早いまである、はい、なんなら早いまである。僕らはあのちょっと、まあ、初ムンバイを楽しむために、うん、いいお金払って、あのジェットコースターみたいなのを堪能してました。確かに、いや本当に、まあまあいい経験、まあまあいい経験ですよ、うん、はい、じゃあちょっとチェックインしていきます。はい、まだチェックイン前、ターミナル2前で、多分入国してすぐバスとかをオートリクシャーを探そうとしてた乗り場のところにいます。で、これターミナル2が出て左に行くと僕らが乗ったオートリクシャー乗り場とかがあるようなところなんですけど、右の方に行ってちょっと面倒なんですけど、道路がっつり渡るとメトロに乗れます。アクアラインっていうのに乗れます。それに乗ると結構あっさり、南の方まで行くことができて、しかもなんか20ルピーとかでかなり安く行けるので、まあちょっとハードルは高いですけど、あの費用を抑えたい方はそういう選択肢もいいと思います。そのムンバイに来てから、あのバーガーキングは行ったんですけど、結構ご当地のバーガーみたいなのがあったんで、今からあの最後にマックにちょっと行ってきます。はい、どんなものがあるのかちょっと調査してきます。ああ、でもクリスピーベジーバーガーとかあるから、この辺は多分ベジタリアン向けなんだよね。パティはチキンがほとんどかな。ああ。マハラジャマック。マハラジャマックチキン。でかいっす。せっかくだから食べるかな、マハラジャマ。
僕あんま入んないですよ。ハラジャマックチキンにしようかな。マックチーズ。めちゃくちゃ調子に乗ってるっすよ。いやもうここから食べるとこないでしょ。ないですか。もう食べるとこないでしょ。食べるとこいっぱいありますよ。だってビアカフェとか、だってチャイポイント行った？でも本気であの大量のチェーン店とか飲み屋がある空港に来てからめちゃくちゃ生き生きしてる。いやそんなことないですよ。さっきあんなにやらかしたの。ね、チャイポイント行ってないでしょ。チャイポイント行った？さっきあんなにやらかしたの。いやいや、やらかしてないですよ。何の話か僕分かんないですよ。チャイポイント行ってないでしょ。まずそっからよ、話は。まあの空港炎上しよう。いいから。大丈夫。ね、こいつ絶対いつかデリーに飛ばしてやる。ということでお昼ご飯です。こっちのオリジナルなのかマハラジャバーガーですね、もう頼みました。一応あのチキンとベジがあってチキンの方を頼みました。いただきます。なんかよくあるあるでメニューより通じぺったんこってあるじゃないですか。はいはいはい、それを想像したんだけど、はい、大体メニュー通りでボリューム、はい、ちゃんとでかかった。マハラジャマックいただきます。はい、あ、美味しい。あ、でも全然辛くはないです。はい、スタバで作業をしていてもう5時前になりました。で今からチェックインに向かいたいと思います。無事問題なくセキュリティを通って空港内に入れました。あとはみんなが入ってくるのを待ちたいと思います。なんかどうやらみんな戸惑ってそうな感じがします。一応今回あの航空券が事前に発券されているわけではなくてオンラインチェックインのレシートみたいなのが出てくるようになってて、自分それを PDF 化してスマホに入れておいて、かつあの英語のサイトからダウンロードしたんですけど、なんかどうやらみんな手間取ってるっぽい。はい、ということで問題なく出国してただいま、出発ロビー内のフードコートにおります。はい、犬旅は以上です。でちゃんとお土産に矢沢兄貴のために熱々のチャイは買いました。矢沢兄貴遊んでね。お疲れ様でした。お疲れ様です。帰ってきましたね。帰ってきましたね。なんとか無事に、はい、無事に帰ってきました。なんかちょっと あったらしいですよ、はい、あ、そうだ。ご報告というトラブルでございますけども、私の完全ワイヤレスイヤホンの左耳が紛失いたしました。あ、そういうこと。あ、機内あるある。機内あるあるですね。ということでちょっとはい、テンション低くしたい出費でございます。あ、すいません、はい、よかったです。あ、よかったです、ありがとうございます。じゃあ、最終的に紛失したものはまた、個別に。まあ、個別にはい、あるんじゃないですか。まあ、一番紛失した人はここにいます。そうですね、僕なんかなくしましたっけ。まあ、紛失というか、取られたという意味で。あ、取られた。うん、まあ、しょうがない、もうそれはもういや、いい機会ですよ。注意喚起にもなるし、はい、気をつけてねっていう。よりもこっちのテンションの方が僕は心配ですね。いや、一番長く使ってたんでちょっとショックですっていう感じで。結構機内では有線の方が安心です。いいっていうのはよく聞く話なので、実際僕も落としてたんですけど、後ろの方コンコロコロンっつって後で拾いに行ったんですけど、まあ、あるあるっていうことで。じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうここで成田空港で現地解散ということで。はい、解散でーす。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゆっくり休んでください。
Yeah, start to clap. And I start to clap. Cause I'm feeling good.